チップは元気です。電話しました。携帯動きました。行った。チップが、お、大丈夫大丈夫。チップはもう一度ミスがありません。チップが行った。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この後もテレビチャンピオンをお楽しみください。行きましたね。立体駐車場もカモメも待っています。動物関係、鳥関係は見事なもんであり、おっと、これで玉が向こうに行きまして、ヨットハーバーでヨットということになるのでしょうか。行きましたね。いったー。白い砂、青い砂が舞い散りまして、これが押してヨットハーバー、ヨットを転がします。はい、怒りが降りた。怒り降りました。そして水が入って獅子落とし、獅子落とし、今回はしっかりと獅子落としのこの力が黄色い紐に伝わりまして、クレーンの先端の鉄の玉に、お、動きがあります。鉄の玉、鉄の玉、いった、落ちた。穂が一つ二つ三つ開きました。 OK、今穂が開きました。日本丸、そして動きが次につながっていきました。あの発泡剤が水の中に投入されましたね、はい、この発泡剤の二酸化炭素の力によりまして、クラゲが上へ上がって次のステップへ入ると。クラゲが上に上がっていく、はい、二酸化炭素入浴剤の発泡力によりまして、あのクラゲ状のガラスが上にぐーっと上がっていくことになるんでありましょうか。上がっていけば、おっと、上がってきましたね、はい、お、横浜港水中の旅が始まりました。2つの玉がまた二手に分かれまして、1つの玉だけが水上に上がって、次の今度はさらに深海へと、見えない玉が進んでいきました。見えないレールですね。ロマンチックですね。横浜の海底旅行を行いました。さあカップルは続いてどこに行くのかと言いますと、ひととき今度は空中の旅、ゴンドラ、愛のゴンドラ、おっと、空中の旅、ゴンドラ、愛のゴンドラ、おっと、明かりがつきました。スイッチが入ったということですが、スイッチが入ったということは、これハンダゴテ、あのぐるぐる巻いてある螺旋状、あの中にハンダゴテが入っておりまして、このハンダゴテにスイッチが今このゴンドラで入ったわけです。80度超えました。80度を超えました。そろそろ暑くなっています。そしてわずかでありますが、導火線の先がちょっとこう煙ってきました。発火した。早い、100度前に発火しました。100度前に発火しました。ハンダゴテに接触していたのは手品用のフラッシュペーパー。今回は火が勢いありますね。豪快にしてみました。豪快に。さあまさにですね、炎のコントロールも万全のようであります。螺旋の上、いきなり行ったと思った。さあその先に見えているのはウィリアム・テルのわらじミラーの弓矢であります。弓矢を射ることができるんだ。ものすごい火力、ものすごい火力ですが、その紅白のセッティング椅子の上にしつらえられておりますあの黄色い紐、紐に炎が到達すれば力を蓄えた弓矢がいられまして、デートスポットのおなじみのレンガ倉庫にジャストビートということになるんでありますが、彼女のハートにジャストビートを行った。彼女のハートにジャストビートを行った。行きました。さあランドマークタワーが見えてまいりました。横浜のデートスポット、ランドマークタワーにボーリング、桑田佳祐、サザンオールスターズ、その名曲の中にも横浜といえばボーリング、ボーリングの赤いボールがピンを弾き、そして最後のグリーンのボールを転がしまして、さあランドマークの下にあるコスモクロック一回転だ。ニューラウンド見えた。おっと、ドラが鳴って中華だ。コスモクロック一回転だ。ニューラウンド見えた。おっと、ドラが鳴って中華だ。おお、春巻きが行った。春巻きが線乗っかったぞ。おお、中華のまんじゅうが行って、シューマイ弁当の横を通って中華街に到達しました。中華街、中華街に到達しました。中華街、これは行きそうだ。これは行きそうです。これは成功しそうですね。これは大きな力が今ゆっくりと、この大きな力が加わってるんでありますが、注射器でいきなりこのぐーっと戻るのを抑えている、調節しているんでありますね。調節しているんであります。
これからゆっくりゆっくりとメインディッシュが我々の目の前にその姿を表すんであります。と見えてきた見えてきた見えてきました。来ましたね。いきなり今度はぐーっと見えてきた見えてきた見えてきました。あ、なるほどなるほど、中華街といえばこれですね。人形さんがつくっと立ち上がったと同時に目の前に、おーラーメン麺だ、それに熱湯が降り注がれます。熱湯が降り注がれます。なんとスペシャルディナーは庶民的なラーメンだったわけですね。あ、なるほど、ラーメンですか。ラーメンを目の前で作ろうということで、おー今このラーメンが降り注がれているそのすぐ後方の麻雀牌が動き始めました。これは一体何の動きなんでありましょうか。急須の右下にあるのは実はオルゴール。急須が傾くと同時に爆竹のストッパーを引き抜き、麻雀牌のついたオルゴールが回り始める。この回転によって下にある玉が動く。ここで麻雀牌がぐるぐる回っている。これはまた別の動きが見えるようであります。おっと、その麻雀牌によりまして、おっと、その麻雀牌によりまして玉が動いてきて、さあやった、砂時計